こんにちは、折り紙作家のカミキーです。今回は真四角封筒と簡単封筒の作り方をご紹介します。真四角封筒は少し大きめに出来上がるので、お菓子や折り紙で折ったモチーフを入れたり、折り紙を四角く折ったお手紙を入れることができます。また2つ折りしたお札が入るので、ポチ袋としてもおすすめです。小さく作った折り紙モチーフを貼っても可愛いですし、また小さいモチーフを封止めのストッパーに使ってもいいかなと思います。簡単封筒はのりなしですぐに作れるので、急いで必要な時に便利です。これは神木作品のイラストが入った抗菌折り紙神木監修シリーズ神木折り紙柄セットで作りました。8種類の柄が3色ずつ、24種類、合計72枚入りです。ペンギン、猫とワンコ、馬、バラ、クマ、小鳥、猫のしおり、そして神木人形の柄もあります。今はオンラインストアまたはアマゾンで発売中です。概要欄のリンクからご覧ください。真四角封筒の作り方です。糊をご用意ください。白い面を表にして、下を2センチぐらい開けて折ります。ここの折り筋は、強く折らなくても大丈夫です。折ったところを戻します。次に片方の端をつけた折り筋に合わせて折ります。次に反対の縁を折り筋に合わせて折ります。次に右上のこの角を曲げて、この縁とこの紙の縁がまっすぐになるところで畳みます。ここのところもきっちり下の紙と上の紙と合わせてください。そして最後のこの角ですね、ここを折って、この縁と下のこの縁の線がまっすぐになるところで畳みます。向きを変えます。ここまで折ったら、最初の角を残して3箇所開きます。そして折れてるところの向かい側のところを折り筋で折ります。そしてこの部分に糊をつけます。はい、そして糊をつけたところを折り筋で折ってしっかりと糊付けします。上の部分を折って、はい、これで真四角封筒の出来上がりです。これはプリントされてる小鳥と同じ小鳥さんをつけてみました。ちょっと大きめにできるので、ハロウィンのお菓子入れなんかにもいいですね。次に簡単封筒の作り方です。こちらは糊なしで作ることができます。まず白い面を表にして三角に半分に折ります。
半分に折って真ん中に折り筋をつけます。次に片方の角を真ん中から1センチぐらい出るようにして折ります。そして反対側も同じ幅で折りたいので、こう折った時にここにできる角の真ん中に、中央の線が来るところですね、ここで畳みます。この時にこう角の線がずれていると、こう両方の幅が同じになりませんので、ここの縁と真ん中の線が交わったところにこちらの端も合わせるように折ります。はい、そうしたら、ここの角を反対側の隙間ですね、ここに入れ込みます。そして裏返します。この角と角を結ぶ線で折ります。ところを戻します。そして上の1枚だけ中へ入れ込みます。そして上を折ったら簡単封筒の出来上がりです。ご視聴ありがとうございました。ぜひ神木作品柄でたくさん封筒を作ってみてください。それではまた、さようなら。